ニュースのお時間です。小山氏が、金持ってこないから、これからは住吉を応援する。そして、山口組のボスを呼び捨てにし、金持ってこないからだと、言い切っていました。エアの中にいないで、直接行って要求すればいいんじゃないですかね。お金をもらえるかはわかりませんが、子供の日であったり、ハロウィンなら、子供に混じってお菓子くらいもらえるんじゃないですかね。どうなんでしょうか。 それが良いと思います。無駄に争っても良くないので、平和的にお貸しもらって終わりでいいと思います。ちなみに、検察への脅迫などはどうなっているんですかね。タッさんの件もそうです。もしものはなしです。おそらく、懲役にはならないと思いますが、罰金の可能性は出てくると思います。その際に、債権者であったり、裁判での費用の差し押さえで、 現金の支払いいができななととしたら労益となります1日5000円で換算されるので、そんな長くはありませんが、強制収容されてしまう場合もあります。では、チャンネル登録をお願いいたします。